ただし主人公がゼフ長へ。まあ 20% の、いや 80% の確率でやる気がゼフ長になるルート。辛すぎる。準決勝どこやろな。神楽坂グループゴージャス。あ、一流調子マックスドリンク、これいく。一流いければ脱三振のコツ重ねがけいける。絶好調ドリンクを手にするという幸運。スタミナ44関東チャレンジ。よし、ご機嫌度マックス、ナイス。え、3試合連続ご機嫌度マックス。とにかく投手系のアイテムお願いします。さあ頼む。矢部くんいらねえ、総力いらねえ、ロックもいらねえ。トゥルルー、やばすぎ。もう矢部くんやる気マックスとか何の意味があるんや。みんな絶好調なのに。スタミナ44で関東チャレンジ。ただし今回は絶好調、チャンスある。相手の威圧感がビクター、バンド、マキシマムのなんと3人。つら、信じるしかない。フォースラー、ナイス、2球アウト。で、ちょっと待って、最悪、やらかした。2球変なキャッチャーで投げさせてしまいました。最悪です、これ。まあ、まだスタミナは大丈夫。2球で済んでよかったね。いいよ。フォースラー、ナイス、奪三振。あー怖え、本当に怖え。自ら難易度を上げていく。ブワッバクオンが強いです。このストレートとフォースラーで打ち取っていく。いやー、今の取りたかったな。ナイスナイスナイス。嘘やろ。ちょっと待って、もうふう、これは今のはふう。スタミナが、満塁時のピッチング、スタミナが危険。いや、きつい、きつすぎ。しかも何がきついかって、ストレート打ち取りが取れなかったのが痛かった。せっかくの筋力ポイント稼ぐチャンスが、中盤で一気に変化球ポイント稼ぐ予定なので、多分バテる。バテた時のことを考えて、中盤フォースラー多投、そこで一気に変化球ポイントを稼いきます。いいよ。いや、きつい。ナイス、皆さん OK。 奪三振は筋力も変化球ポイントも技術ももらえるんで惜しい。あー、ゲッツー欲しいけどな。打たれたら一番スタミナが消費しちゃうから、打たれてはいけない。そんな時はフォースラー。フォースラーが若干ストライクゾーンに入らないのがきつすぎる。フランカ、よし、ストレートでアウトは取れてますね。伸び B 取っといてよかったです。球威はある。投手で球質もアップしてます。3回と3分の2で61球、ちょっと投げてるね。ここからフォースラー多投しよう。ナイス、フォースラー。いいぞ、空振りめっちゃ取れてるぞ。1失点つらい。いや、いいフォースラなんだよな。誰だ、鈴木さんのホームラン。いや、いけるところまで投げよう。ナイス、フォースラ。
奪三振8つ目、めっちゃ奪三振取れてる6イニングで8奪三振、現実の藤井康康投手は現在6イニング投げて9奪三振ですね。6試合6イニング投げて9奪三振の大活躍。やめてー。でここでさらに2点差取れたのもでかいかな。筋力ポイント稼げました。しかし勝負はここから。奪三振ピッチャーやから球数が増える。まあでもフォースラーは強い。4球でワンアウト取ろう。いいよいいよ、フォースラーがめちゃくちゃ機能してるよ。よし3球で1個のアウトはでかい。ゴロアウト2個目。これまで打ち取った11個のアウトのうちゴロアウトが2個、奪三振が9個。めっちゃ奪三振取れてる。うわ取れねえかそれ。おっせ、ちぐやさんどうもコンドラさんパレードです。スタミナがギリギリだ。3球3勝 OK、 奪三振10個目。7イニングで奪三振10。次の変化球は最初は持たない、大事です。村雨ツーベース、熱い。守備でもバッティングでも貢献。いいよ村雨。3点差筋力超えました。あとは技術ポイントだけ。絶対進塁打にする。スタミナ頑張れ。よっしゃー、ナイス進塁だ。しかもタイムリー、藤井康也投手。投げては奪三振マシン、打ってはタイムリー。バッ、爆音が。でも何点取ってもセーフティーリードじゃない。やめてー、カオスハーモニーだ。ありがとうございます。やめてー、ホイボスは短期赤徳発動。うわー爆音が、2者連続カオスハーモニー弾。10点差以上、経験値 2.0 倍達成。でもまだセーフティーリードではない。このあと7失点8失点余裕である。爆音が、1イニング11得点。ちょっとスタミナなくなる前にもたくさんのアウト欲しい。まあでも焦っちゃいけないですね。焦るとろくなことにならない。ドクター K フォースラー、フォースラーが止まんねえ。奪三振11個目、打ち取り14分の11が奪三振。いやー、インコースのフォースラー試してない。投げたい。インコースのフォースラーでフライ1人。1点差勝利で経験値マックスいけるかもしれません。ホームラン8本目、めちゃくちゃ技術稼げてる。14失点してもいける。15失点したら9回目はそれでも1点差勝利でいきます。フォースラー、ナイス。さあインコース低めのフォースラー、奪三振12個目、16分の12が奪三振。いやーバテちゃいましたね。根性丸は取ったけどバテてしまった。変化量ダウンです。サンスーパープレーでかいよ。このメンツ、このスタミナで、この守備は本当にでかい。
よー、ドクター K 発動いこう。フォースラ惜しい。いやまだもうストレートはちょっとストライクゾーン入れません。フォースラだけでいく。ナイスフォースラいやー最後バテたけど投げ切れた。経験点精神961ポイント全試合経験点マックスいただきました。ありがとうございます。いや主人公絶好調デカすぎでした。ありがとうございます。藤井耕也選手作成完了しました。まあ、カイドウ脅威の切れ味ドクター K あるんでかなり空振り取れるんじゃないかなと思います。